お言葉を賜りたいと思います。何でもいいですよ、もう語る考えずに。あ、まあ、ちょっと話聞きなかったのが、うん、まあ、いろんな書物じゃないな、プリントってあるじゃないですか、いろんな、まあ、なんだ、推進会だとか、はい、で、いただくから、まあ、その、推進会の工程みたいなのを取って、でその裏面にその芸館のお品が載ってるっていうようなこと、うん、それとプリント類って、うん、これ処分していいものかどうか。あのね、基本的には処分していいと思います。うん、特にずっと積んどくっていうことは聞かないね。まあ、その、なんかもう、こんなやつこうってんじゃないんだけどさ、なるほど。その人それはいいと思います。特にやっぱりプリントでその読んで命に刻んだこっちが大事であって、これやっぱりある種媒体だから、そこに命がこもってるわけではないっていう捉え方だね。それは今までのプリントでをずっと積んどかなきゃならんっていう指導を読んだよ。大丈夫です。継承新聞と？継承新聞と同じと思ってしまった。いや、あれは取っとくの、検証新聞ずっと。次は何をお探しで。俺ね、ハンカチどうしたかな。あ、あったごめん。だってそんなこと言ったら20年30年の人事してる人はどうなるって。とんでもないよ、ね、なりますよね。部屋一つじゃないですか。なるよな、半分ぐらいは、うん、まあでも大体の検証幹部はみんなそうですよ。ひえ、まあ、大丈夫です。大学訪問買って、新聞で包んで出してるもんね。うん。大丈夫、大丈夫。そういうところにとらわれはない。だから、あまりこう、ゲットに粗末にしちゃダメよ。はい。なんか、どうでもいいもの、クルムとかさ、普通の、朝日新聞と同じような扱いするとか、それはね、それはもう、わかるじゃないですか。そういうことさ。だからといって、その、何が何でもそんなね、届く。ご本尊に準ずるようなものだとか、そんな、それはない。